はい、川崎 KLX250 の紹介ですね。今日はですね、7人ものですね、ギャラリーの方々がいらっしゃってます。皆さんこんにちは。こんにちは。おはようございます。ガンダムユニコーン見た人1人、少ない最近ハマってるんですけどね、僕は何がハマってるかというとですね、ガンダムユニコーンにですね、アッグとジュアッグとアッグガイが出てくるんですよ。強いんです。しかもめっちゃ強い。ジェガンタイプが3機束になってもかなわないぐらい強いんですよね。感動しました。あれはなんであんな機体があるかというとですね、当時ガンプラ絶世紀の頃にあまりに売れすぎて足りないっていうことで、適当なプラモデルをバンダイが作りました。その名残です。佐川急便です。はい、まあ行きましょうか。前回も撮ったんですけども、KLX 当時その時はですね、クラッチワイヤーがですね、固着しててなかったです。でそれを交換したので、取り直しております。でエンジン始動はこれ初期型なんでキックのみです。でバッテリーもついてないです。でここの鍵をオンにして、キックをするんですけども、その際にですね、こちら側にあるフューエルコックをいじります。こっち来てくださいね。はい、これフューエルコック、横がオフの状態ですね。でこれでオン、上がリザーブでガソリンが出ます。最近のコックになるとエンジンかかっている時だけガソリンが出ます。でこうしたキックのみスタートのオートバイの場合だと、結構ですね、これオフにし忘れるとキックで手こずったりするんで気をつけてくださいね。はい、じゃあ戻ってもらっていいですか。はい、でフューエルコックを、まあ、タプタプ入ってるんでオン側にしましょうか。にしてスイッチオンにして、まあ、今ちょっとチョークオフですけど、こうやってキックをしますね。はい、でアクセルを軽く開ける。吹かす必要はないです。少し回転数上がるぐらい上げてやって、でゆっくり戻す。でアイドリング安定してるかな。そこからアクセルを開けて図に吹けるようであればもう大丈夫です。はい、よいしょ。ちょっとじゃあ前回できなかったように走りますね。よいしょ。わ、こっちが出てくると意外に足がつかない僕は身長173あります。で、こんな感じですね。平らなところで言うとこんな感じか。まあ、足が両方つかなくてもいいんです。バイクはちょっとお尻ずらしてこうやってつけばいいんですよ。であとは足つくときは信号待ちとかなんで縁石に乗っけてください。あとガードレールにこうニュートラルに入れた後にですね、左手を離してこうガードレールに捕まってこう立ってるっていうのもありですね。はい、はい、お、怖い怖い。石岡くんが危ない。非常にですね、ここまで効きますね。狭い範囲ですけどもね、うん、そこのマグナ50どけとけばよかったな。よいしょ。よ、で、すごく軽くてですね、いいバイクなんです。よいしょ、よいしょ。ほっ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 、よいしょ。こんなこともできます。ちょっと煽っただけでフロント上がりますね。今の、まあ、フロントアップっていう小技なんですけど、今のようなにちょっとフロントをですね、軽く煽っただけで上げることができるほどパワーもあるし軽量なバイクですね。で今のことをやると、まあ、何がいいかというとですね、段差を乗り越えるときにわざわざこんなことをするとかっこいいかもしれないですね。はい、でもあんまやりすぎるとひっくり返っちゃったりするんで練習をしてください。はい、しかしこの KLX に乗れば今この瞬間誰でもできます。何かやってみたい人、はい、いませんね。はい、というわけで、まあちょっと
それは冗談ですけれども、今のようにちゃんとクラッチワイヤーもつながりましたんで、普通に走るいいオートバイです。はい。で、あと前回の動画でちょっと説明し忘れたんですけども、タイヤですね、フロントだけかな。フロントのタイヤが結構極まってます。早めに交換をしてやってください。期間は非常に良好です。で、エンジン止めたら、フュエルコックをオフにしてやってください。で、あと、館内放送の質問で、エンジンを止めるときに煽ってから止める人がいると。あれはなぜだという質問があったんです。あれ何かというとですね、こういう昔のですね、不圧でない普通のコックがついているもので、キックのやつっていうのは、エンジンがかかってないときは燃料止めたいんです。で、その時になるべくなったら、キャブの中や残っているガソリンっていうのがない方が望ましいんですね。だから、本当のやり方、本当のやり方というか、本当っていうか、まあ、そうじゃないよっていう人もいるかもしれないんですけど、エンジンかけた状態で止めます。もうバイク降りますという時に、フュエルコックをオフにする。オフにしてから、で、煽ってやって、中のガソリンをなるべく使ってやってから切るというようなことを昔はやってました。で、その時の名残というかですね、それがちょっとかっこいいからこう吹かしてから止めるというような人もいるかもしれないですね。あとはツーストですね。ツーストの時にチャンバーの中に溜まってるこってりとしたオイルをですね、ブーンってやって全部バッてぶっ飛ばしてから止めるっていう人もいるんですけども、それは非常に、近所迷惑なので、後ろに誰かがいると、申し訳ないというかですね、悪いのでやめましょう。はい。で、まあ今みたいに別に煽らなくてもいいんですよ。こうオフにした状態で、よいしょ、あべ、もうないかな。あ、これあった。オフにした状態で、そのまま離れてアイドリングさせてもいいです。で、その状態で、まあガス欠になるじゃないですか。そうするとエンジンが止まると。で、それを待っていただいても全然構わないです。こうやってちょっと開けてやるとかですね。もうなくなってきましたね。で、スイッチを止めてやると。で、これだけでですね、次回のコールドスタートの時の指導性が良くなりますっていうのは、まあ、ちょっとしたコツなんですね。昔のキックしかないバイクを指導するときは、そういったものがありました。はい。まあ、KLX これも初期型で、むしろそもそもエンデューロレーサーに保安装備をつけただけというですね、そういうスパルタンなバイクなので、なかなか構造的には市販の今のバイクに比べてですね、何も知らない人が一般道を普通に走るという面においておいてですね、若干装備不足な部分があると思います。例えばバッテリーがついてないとかですね、セルがついてないとかですね、そういったことですね。で、その点を、ユーザーがなるべく合わせてやると。で、そのうちの動作の一つが今のものですね。はい。というわけで、まあ、その代わりですね、非常にパワーもあって軽量で、先ほどのようにかなり面白い動きが可能な一台で、しかも頑丈であるというのが非常に利点です。で、今の KLX とかですね、あと D トラッカーと共通の部品も非常に多いです。倒立ですしね。だから、割とですねまだまだ楽しめる一台であると思います。はい。まあ、メーターだけ今のに比べてアナログメーターですけどね。だから、ピックアップがギアです。電子式のメーター、スピードメーターギアになってますので、そこだけ合わせてやれば、ホイールの履き替えとかもできて面白いバイクなんじゃないのかなと思います。まあ、せっかく KLX さんでここにモタードホイールを履くっていうとあんまりいないとは思うんですけども、ぜひですね、ボコボコのオフロードタイヤを履かしてですね、この夏もしくはこの梅雨のうちから林道に乗り込んで泥まみれになってですね、
新青梅街道普通に帰ってくるとですね、あの人行ってきたんだなって嫌な目で見られます。はい、というわけでですね、 KLX250、キック仕様の初期型ですね、この機会にどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。